前回セーブしたんで戻れないかなと思ったんですけど、セーブデータから聞き直し機能ってあるんですね。それでもう一回福沢さんの話でこの選択肢に戻ってきました。ないって答えたらバッサリ13階段の話ボーってしてきたのに、全くその話投げて、じゃあ全く違う話してるねって言って、でルビーの恋人の話だったんですけど、今回本来の13階段の話に行ってみたいと思います。じゃあ1番のあれで。あ、そう、あるんだ。その時の坂上くんってどんな気持ちで行ったの？楽しかった？それとも怖かった？前回の13階段の話を、振り返ると、この今話してる福沢さんと、あと、早苗ちゃんと、陽子ちゃんでしたっけ？の3人で13階段の階段を確かめに行くっていうお話でした。その時の坂上くんってどんな気持ちで行った？楽しかった？それとも怖かった？前回行ったのは、殺人クラブとの一件で 行ったっていうか1周目なんですけど、ね、福沢さんにタックルで、2階から落とされて、あ、3階だっけ？ 3 階から落とされて 確か死亡したこともあったような。逆に福沢さん3階から落ちて死んだこともあったり。じゃあ、2番、怖かった。あ、そう、怖かったんだ。別に聞いた意味はないんだけどね。ないんかい。坂上くんの気持ちを聞きたかっただけ。今の質問にどう答えようか、私の話す話が変わるわけないじゃん。よかったわ。何を悩んでんの？あはは、変なの。それでさ、先生に見つからないように、こっそりと例の階段に行ったんだよね。しっかりと日めくりカレンダーを壁にかけて。いた。その時、陽子ちゃんが、釘に手を引っ掛けちゃって、指を切ったのね。指を押すと、人差し指のお腹のところに、ぷくって血が溜まったわ。早苗ちゃんったらね、それをペロって舐めて、美味しいとか言うんだよ。早苗ちゃんらしいというかな。笑っちゃうよね。普段は血を見ると泣き出す子なのにさ。な、おばあちゃんが。長のおばあちゃんが。怖い気分が吹っ飛んで、みんなでちょっとだけ笑っちゃった。それじゃあ、数えるよ。そう言って陽子ちゃんが階段を登り始めたの。私たちも一緒に登り始めた。1段、2段、3段。結構緊張するよね。普段はさ、階段なんて何も考えないで登るじゃん。それなのに、一歩一歩足場を確かめながらゆっくりと階段を踏みしめていくんだからね。そうするとさ、木のきしむ音もゆっくりなのね。ギーって鈍く伸びて響くんだよ。ああ。それがさ、とっても怖いの。だって夜だしな。夜じゃないんだ。あ、放課後っていうことかな。あれ夜だったら絶対に泣き出しちゃったね。数え間違えないように私たちは一緒に声を揃えたの。10段、11段、12段、13段、14段、14段だ。階段は14段だった。15歩目が階段の踊り場に着いたからね。なるほど。一番上と一番下は床だから数えないっていう話でしたね。その間の歩数だけが階段だからっていう。なんだ、14段じゃん。私たちは顔を見合わせて笑ったわ。ちょっと拍子抜けしちゃった。心臓がドキドキするほど怖かったから余計期待外れだったのよね。でもさ、まだ2階に着いてないよ。ここは
1階と2階の中間地点だから残り半分あるよ。そう言って陽子ちゃんはまた階段を上り始めたの。そうだよね、私も早苗ちゃんも一緒に登ったの。1段、2段、3段また最初から数え直したわ。緊張しながら1段1段間違えないようにしっかりと数えたの。10段、11段、12段、13段、14段また14段だった。やっぱり14段だよ。あんな日めくりカレンダーをかけただけじゃダメなのかもね。そんなことないよ、あれで大丈夫だから。私の言葉を早苗ちゃんはきっぱり否定したわ。でもまだ下りがあるでしょ。陽子ちゃん嬉しそうだった。少しでも怖い気持ちを持続させたいのかな。怖いもの見たさってあるじゃない、あれって結構楽しいよね。なんて言うんでしょう、吊り橋効果っていうか、あのドキドキする感じなまってしまった。怖い怖いって思ってる時って実は結構楽しかったりして、あのお化け屋敷に入るような感じかな、あの感じかな。だから陽子ちゃんは笑ってたんだと思う。私たちはうなずいた。そうよ、まだ下りがあるもの。下りが何段だかわからない。それで私たち数え始めたの。うわぁ、嫌な予感。期待を込めてる。ねえ坂上くん、こんな私たちって変だと思う？いや、だって怖いもの見たさだろ。なんかお化け屋敷ってはしゃいでるだけな感じだから、俺は変じゃないと思う。少しも変じゃない。2番。ありがとう。やっぱり両方確かめないと正確なことはわからないからね。私たちは下りの階段も確かめたの。1段、2段、3段。なんだか、お菊さんみたいよね。え、それ何ですか俺わかんないっすよ。お菊さん。番長皿屋敷のさ、番長皿屋敷って知ってる？マイカどっちでも、俺知らないです。あ、階段の数を数えてたら、その途端、陽子ちゃんが階段を踏み外して落ちちゃったの。私たちもうびっくりしちゃって、階段なんか数えるの忘れて急いで駆け寄ったの。だって陽子ちゃん動かなくなっちゃったんだもん。駆け寄って抱き起こしたの。血は出てなかったけどさ、気を失ってるみたいだった。ああ陽子ちゃん、陽子ちゃん、あ、気づいた。陽子ちゃん、生きてたよ。そうだよね、死んでたらシャレにならないよね。確かに怖い話っていう時点できないですもんね。陽子ちゃんたらさ、目を開けたら辺りをキョロキョロ見回しちゃって、一瞬何が起こったのか、自分がどこにいるのかわからなかったみたい。記憶喪失になっちゃったのかと思って私心配しちゃったよ。でも大丈夫だった、よかった。私階段から落ちちゃったんだねって言って笑ってた気をつけてください。もうやめようよ、階段13段ないからさ。私そう言ったの。そうだね、もう行こう。陽子ちゃんも賛成してくれた。日めくりカレンダーももったいなかったね。早苗ちゃんだけがちょっと残念そうだった。でね、旧校舎を出ることにしたの。なんだか陽子ちゃんのこと心配だったし、
確かにね、今大丈夫でも後からっていうことありますからね。階段から落ちた時にひねったのか足を引きずっているようだったしね。それで階段を降りたんだ。別に何を考えるわけでもなくね。そしたらさ、13段だ。陽子ちゃんがボソッとつぶやいたんだよ。私、ぎょっとして思わず陽子ちゃんを見つめちゃったよ。陽子ちゃんったら階段を降りたところで止まって、振り返ると上を見上げたの。そして、目で階段を追ってるんだよ。それでさ、一人で首をかしげてるの。おかしいよ、13段しかなかったのに。そしてさ、突然階段を駆け上がるんだよ。まるで私たちのことなんか眼中にないみたいでさ。陽子ちゃん、私呼んだんだけどまるっきり無視されちゃった。私と早苗ちゃんは階段の下で陽子ちゃんのことをじっと見守ったの。なんか様子が変だった。やっぱり13段だ。13段しかないよね。どうしよう玲子ちゃん。そう言って私に泣きついてきたの。大丈夫だよ、何も心配することないって。私数えてたもん、ちゃんと14段だったよ。陽子ちゃん数え間違いだってば。私笑いながら陽子ちゃんの肩を叩いたの。陽子ちゃん震えてた。ものすごく震えてたんだよ。出ようよ、ここにいちゃ危ないよ。早苗ちゃんが突然つぶやいたの。なんか早苗ちゃん言うと説得力ありますよね。あの、早苗ちゃんって、あの、福沢さんの1週目の第1話目に出てくるんですけど、あの、霊媒体質らしくて、おばあちゃんが中に入ってるっていう話なので、早苗ちゃんが突然、つぶやいたの。なんか、焦点の合わない目でぼーっとしていた。これは、トランス状態で多分、おばあちゃんか何かが出てきてる感じ。私なんだか、さなえちゃんの方が怖かったよ。でも私も怖かったから、うんうんってうなずいたの。それでも怖くてさ、3人で手をつないで歩いたんだ。私が真ん中で、左手に陽子ちゃん、そして右手にさなえちゃんの手を握ってたの。手を繋いだだけで陽子ちゃんの震えが伝わってきたよ。つられて私まで震えてきそうなほどだった。並んで歩いてたらね、突然ガクンって左手が引っ張られたの。どうしたの？で、陽子ちゃん見たら、陽子ちゃん泣いてるんだよ。立ち止まって目にいっぱい涙溜めてるの。顔中くしゃくしゃにしてね、玲子ちゃん私歩けない。陽子ちゃん泣きながらそう言うんだよ。何言ってるのよ、大丈夫だよ。ひょっとして階段のこと気にしてるの？あんなの嘘だよ。さあ行こうよ。で、私陽子ちゃんの手を引っ張ったの。けどね、ものすごい力で陽子ちゃんったらびくとも動かないんだよ。そして震える声で言うの。やだよ、私動けないんだよ。大丈夫だから、私もう一度引っ張ったけれど全然ダメ。陽子ちゃん少しも動いてくれないんだから。玲子ちゃん、私のことを助けてくれる？陽子ちゃんは変なことを聞くんだよ。私助けるって言ったの、友達だから。
レイコちゃん、私の足にね、何かついてるの。それで歩けないの。見てくれない？ああ。ヨコちゃん、突然そんなこと言うんだよ。え、私、首をかしげた。足に何かついてるって、どういうことだか、よくわからないよね。それで、私、ヨコちゃんの足を見たんだ。私、動けなかった。なんだこの SD は。叫ぶことも忘れて、私、ヨコちゃんの足に目が釘付けになったの。ヨコちゃんの足にね、たくさんの赤ん坊がしがみついていたんだよ。それもさ、小さいの。人間の赤ん坊じゃないよ、あれは。何？人間の形はしているけれど、大きさが20センチくらいしかないんだよ。髪の毛はなくて、目が異様に大きいの。けれど、腫れぼったいまぶたが目を塞いでてね。何も見えてないようだった。その赤ん坊がいくつも陽子ちゃんの足にしがみついているんだよね。まるでお母さんに抱きつくようにしっかりとしがみついてるんだよ。それでかすれるような声で、おきゃーおきゃーって泣いてた。小さな顔を足にこすりつけてペロペロ舐めてる赤ちゃんもいたよ。ヨコちゃん、逃げなきゃダメ。あ、サナエちゃんはヨコちゃんの腕を握りしめるとそう言って走り出したの。私も連れられて走ったよ。二人の力でなんとか動かせるほどだった。でも私、自分であんなに力があるなんて思わなかったよ。最初は引っ張っても抵抗があったけれど、二人で力いっぱい引っ張ったら、急にストンって止め金が外れたみたいに軽くなったの。多分、半分以上が、ほとんどサナエちゃんの力。その後はヨコちゃんを連れて逃げるのに必死だったよ。走るとヨコちゃんの足から、ボロボロと赤ん坊が剥がれ落ちるの。落ちた赤ん坊は床に投げ出され、ギャーギャー泣いてたわ。一層大きな声を上げてね。ヨコちゃんにしがみつこうと手を伸ばすんだけれど、私たちが走る方が早かったから。はっ！ちらっと後ろを見てゾッとしたよ。廊下にたくさんの小さな赤ん坊がハイハイしてるんだもの。私、あんなに怖い光景初めて見たよ。大して長くもない廊下がとっても長く感じられた。なんとか急行車を抜け出すと、私たちそのまま前につんのめっちゃって、地面に手をついてはあはあ息を吐いたの。嬉しかった。あんなに疲れたのも初めてだよ。全身汗びっしょりだったしね。日めくりカレンダー置いてきちゃった。突然サナエちゃんが残念そうにつぶやいたの。やめてよ、戻れなんて言わないでよね。私驚いてつい声を荒立てちゃった。ヨコちゃんの足を見ると、もう赤ん坊はついていなかった。けれど、ヨコちゃんの震えはまだ収まっていなかったよ。全身でガクガク震えてたもの。まあそれで私たちは助かったんだけどね。
改めて陽子ちゃんの足を見たらさ、小さな手のひらみたいな跡が無数についてるんだよね。もう足いっぱいにたくさんついてるの。真っ赤になっちゃってさ、叩かれた跡みたいだったよ。しばらくの間、跡が消えなくてね。長いソックス履いてごまかしたりして、結構苦労してたみたいだよ。でもあれからさ、陽子ちゃんちょっとおかしくなっちゃってね。突然赤ん坊みたいに起き上がって泣いてみたり、授業中によしよしって赤ん坊を抱く真似をするんだよ。マジで。その時の目がいっちゃってて怖いんだよね。みんな変な冗談だと思って笑ってるけれど、私とさなえちゃんだけはその秘密を知ってるからね。シャレになってないよね。あれ？変だな。なんか声がしない。え？違うよ。私じゃないよ。私は赤ん坊に捕まらなかったもん。あ？坂上くん？はっ！坂上くんの足元に赤ん坊が。これは怖い話じゃなくて今だよね。坂上くん、さっき旧校舎に行ったことあるって言ってたよね。例の階段、通らなかった。あの階段、今でも壁に日めくりカレンダーがついてるはずよ。え？あの階段は通ったけど、段数は数えてないって。無意識に数えていたのかもよ。人間の脳ってね、無意識のうちにいろんな情報を収集しているんだよ。昨日友達と喧嘩したとか、担任の先生が赤い服を着ていたとか、記憶しようと思わなくても覚えていることってあるじゃない。あ、潜在意識。そういうのが無意識の力ってわけ。きっと坂上くん無意識に段数を数えていたのよ。それでこの赤ん坊は坂上くんに取り付いてしまったのかも。消えちゃった。でも見たでしょ。見たよね。やだ坂上くん、寄らないでよ。もう赤ん坊は見えないけど、坂上くんの肩とかに乗ってるんじゃないの。何かそんな感じがする。あっち行って。坂上くん、あなたって霊に取り憑かりやすい性質なんじゃない？さなえちゃんじゃあるまいし。ちょっと気をつけた方がいいよ。だから、あっち行ってってば。って言っても、しょうがないか。この部屋、この部室、狭いもんね。じゃあ次の話、聞こうかな。次は、誰が話してくれるの？なんか最後だけちょっと焦りましたね。俺が個人的に怖かった。いや、最後まさか部室の中で赤ん坊が来るとは思わなかった。怖い話ってこれ、いくら怖くてもこの怖い話って体験談なんで、物質の中は安全っていう感じはあるんですけどね。一番最後の第7話目までは。で、これ、物質に現れるっていう。ああ。前回の隠しエピソードのルビーの話は何だったんだろう。ぶった切って、じゃあ違う話してるねって。あれは多分、隠しエピソードにも乗らない隠しエピソードだったのかな。
これが今聞いた話が、本来の13階段のエピソードだったのかな、選択肢によって違かったのかなと思うんですけど、ちょっと待ってください。さっき言わなかったんですけど、一周目の確か、殺人クラブとの戦いで、旧校舎のちょっと、中庭で、ちょっと土が盛り上がってるところがあるっていうんで、それ掘り返してみたら、なんかこけしが出てきたっていうエピソードありましたよね。それなんかこけしって語源が、育てられなかった、なんだ、昔貧しくて育てられなくて、いろんな事情があってか、育てられなくて、それをちっちゃい子供を供養するためのこけしっていう人形だったんだよっていうちょっとしたエピソードがあったんですけど、それとちょっと関係あんのかな。確か記憶によれば、その旧校舎って赤ん坊が出てくる話が多いような気がしたかな。確かそんな感じの、はい、その旧校舎の赤ん坊のエピソードって確かまた誰かにもあったと思うんで、はい、またの機会に。じゃあ第5話目で、5話目の風間さん確か選んだことあったかな。なかったんだ。新井くんがあったんだ。新井くんのビデオの話ですね。映画の話なので、第6話目に新井くんを持ってこようかと思います。これで3本撮りすることなかったんですけど、これで3本目で終わろうかと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回も、早めの録音を心がけたいと思います。